さてここからは夏休みに楽しめるイベント情報をお伝えしていきます。まずは三鷹市からです。三鷹市にある三鷹の森ジブリ美術館が開館以来初となる大型リニューアル工事を終え、今月16日から新たなジブリの世界をお披露目しています。15日に行われたセレモニーでは中島清文館長が報道陣、来場者を前に15年間の感謝とともに建物の改修に至るエピソードや新しい企画展の見どころなどを語りました。これは宮崎駿監督がですね、もう一度オープン当時の色、赤、青、黄色をですね、もう一度塗り直したいと。またこの日のために宮崎監督が綴ったメッセージも届けられました。おかげさまでまた15年頑張れます。宮崎駿。新しく始まった企画展示はジブリ美術館が過去に行ってきた14本の展示内容から代表的な展示物を一堂に集め、新たなアレンジを加えて紹介した内容です。中でも復活の声が多く寄せられた大人も乗れる猫バスなどの人気の展示物が今回再登場。15年の集大成となる企画展示となっています。大人も乗れる猫バスということで、子どもも大人も楽しめる企画展示となっていますね。はい、なおこの企画展示は来年5月までを会期予定に開催中です。チケットは予約制で、詳しくはジブリ美術館ホームページをご覧ください。